本日8月23日、木曜日、月に1回の月闇試合でございます。こちら第1試合場、ただいま四段の部10試合目の、新宿スポーツセンターの鈴木選手、第1試合目でございます。さあ、相手の佐藤選手は、高等館本館の選手でございまして、私も、三段目の時に、一度だったと思います。逃げもしつかかった。さあ、相手の佐藤選手、若干身長が高めと、組み手は俺も行きます辛いのではないのかなと。はい、残り2つです。ワイドです。残り2つです。組みましょう、組みましょう。寝技きますよ。危ないです。当てがかかりました。残り時間、残り1分40秒と迫ってまいりました。はい、残り1つ短文です。残り1つ短文です。ガイドです。よいしょ、寝預けますよ。さすが国際ルールといったところでしょうか。勢いがあると、ポイントが取れます。残り一つです。さあ、鈴木選手有効一つ取りました。残りが一つとなりました。さあ、勝ち抜けるか、逃げ切れるのか。よいしょ。ただいま佐藤選手、内股でしょうか。